東京都立小山大高等学校は、東京都品川区小山3丁目に所在する、都立高等学校。1922年、東京府立第8中学校として創立。東京都立第8中学校、東京都立第8新生高等学校を経て、1950年に、東京都立小山大高等学校と改称する。都立第八新生高等学校から公命を、 変更する際、武蔵、清涼、小山などが新公名の候補となった。所在地の町名から小山高校が検討されたが、栃木県立小山高等学校と間違えられる恐れがあるとして、頃の良い台が付けられた。なお、小山台は所在地小山の隣接町名である。1950から1960年代は、 連年東京工業大学合格者数全国1位を達成。古くから理工系の大学進学に強い高校として知られている。また、東京大学合格者数も全国ベスト10に入る年もあった。1970年代以降は、学園紛争や学校群制度の影響で、進学実績の低迷が続き、特にグループ合同選抜導入後は、 南韓大学への進学実績が大きく落ち込んだ。その後、2004年度から都の重点支援校として3年間の指定を受けたことを契機に学校改革が推進されるようになった。土曜授業の復活、120講座を超える長期休業中の講習やサテライト講習の導入など、進学指導体制の確立を目指した改革が行われ、 南関大学への進学実績が大きく向上している。2007年には南関大学への進学実績向上を目指す都立高校として、駒場、国分寺、新宿、町田の各校とともに進学指導特別推進校に指定された。現在、一般入試においては、都の共通問題を全科目で使用している。部活動のことを班活動と呼称し盛んに活動している。 特に野球班は2014年春の第86回選抜高等学校野球大会に21世紀枠として出場。鳥立高校としては史上初の選抜出場校となった。さらに2018年夏の東東京大会では決勝まで勝ち進むもに小学籍大学、附属高等学校に敗れ全国選手権出場を逃した。 翌2019年夏の同大会では2年連続2度目の決勝に進出するも関東第一高等学校に敗れた。こうした近年の成果から都立の星として期待されている学校である。ありがとうございます。